というわけでね、今週のプライム雑談テーマはこちら、理由というわけでして、こちらはね、2004年にワウワウのドラマスペシャルで、うん、小説のね、この理由で、宮部みゆきさん、はい、熱をこう、まあ、ドラマ化したもの、まあ、映画っぽい感じでね、はい、やったもので、まあ、どんなことか、どんな話かというと、なんかこう殺人事件が起きました、で登場人物が全部カメラ目線でこうドキュメント風に進めていくみたいな、はい、うん、そしてとんでもないキャスト、うん、有名人だらけ、はい、まあ、例えば、まあ、岸辺一徳さんであったりとか、はい、久本雅美さんであったりとか、はい、もう辞めちゃってきた宝生舞さんとかね、懐かしかったですね、松田美由紀さんであったりとか、吹雪ちゃんとかね、はい、うん、柄本明、もう山ほどおるね、そうそうたる、そうそうたる、はい、で、あのね、まだ結構若い時の加瀬亮さんとか、はい、あとベンガル、あと、はい、あとはね、男子が出てきましたね、びっくりしました、俺、男子さん出てます、うん、出たと思って、うん、で柳沢慎吾、島崎和歌子、小林蓮司、まあ、その他も山のように A 六助さんも出てたもんね。一瞬ですよね、みんなが出てくるのが。っていう。宮崎葵とかね、壁見たと。あとね、大山信代が出てきたっていうのが、俺笑ったんだけど。あれ、僕胸熱でした。うまいんだ、また。そうやねんな。上手なんだよ、ワンシーン。まあまあ、というね、まあこう、なんていうかね、推理物なんやけど、うん、推理物じゃない。はい、はい、はい。別に、どんでん返しもないし。うん。うん、っていう映画というかね、作品で結構こう、はい、実験的な感じなのかな。まあ多分小説をそのまま頑張って映像化したらこうなったっていう感じなのかね。そうですね。うん。というものでしたが、いかがでしたか？なんか特にその映画としてのギミックというか、どんでん返しとか、うん、構成の妙とか、うん、多分忠実にその原作を映画化されてると思うんですけど、うん、やっぱ僕、大林監督の作品って、はい、多分最初見たので本当に20代とか、見てるんですけど、うん、最初、この作品じゃなかったんですけど、ちょっと理解できなかったんですよ。はいはい。大林信彦ってこう超有名監督よね、この人も。はい。うん、もう巨匠夢中の巨匠でね、うん、亡くなられましたけど。うん、で、なんだろう、ファンタジーというか、うん、急になんか、グラフィックが出てきたりとか、うん、絵みたいなことが出てきたりとか、はい、映画っていうよりちょっと違和感がすごくて、ついていけなかったよね、最初。あ、はいはい。イリュージョンというかね。イリュージョンというか、大人になってからちょっとずつ、なんかこの世界観の面白さというか、なんか外していく部分っていうものを面白がれるようになってきたんですけど、この作品もやっぱそうで、はい、グレーディングだったり、背景の景色だったりとか、うん、ジャンプカットだったりとかっていう対応してるんで、ごめんなさい、もともと CM ディレクター、はい、CM の方なんで、うん、色彩の美しさとかはやっぱあるんですけど、はい、やっぱり大林色というか、うん、大林調っていうのはやっぱ貫いてるんですけど、大林さんっぽくはないなってちょっと思いました。あ、やっぱり大林さんの色というよりは、宮部みゆきさんの原作ってものを尊重している、作品だったんで、うん、すごい新鮮には見れたんですけど、はい、やっぱそのキャストが豪華すぎて、うん、ちょっとそっちに目いくよな、そっちに目いっちゃうとこはある。、うん、まちゃみが、はい、これ下手って言ってええんかみたいな風に俺ずっと感じてて、うん、これね、大林作品の特徴なんですよっていうことやんな、はい、だって、うん、多分全員そんな感じだったから、そう、こういう演出をしてるんで、うん、最初は戸惑ったんですよね。初めて見たとき、うん。今、僕はもう慣れてるから、わかるんですけど、だからセリフとかも、口語っぽくないというか。うん、なんか、あ、わかるわかる。うん、だぜとかをあえて言わせたりとか、うん、みんなになのよって言わせたりとか。だからそれがなんか、文学的なやっぱり、映画にしますよね。うん、大林さんってね。だからこう、なんていうの、オズ的な。ああ、いや、ありますね、やっぱり。はい。消して、消し切ったら出て、わい、なんていう、うん、最後に残ったところが真実があるんだぜ、うん、みたいな。その、うん、演技という意味では、ね。はい。
で、これシンプルっていう意味でもないから。はい。演技をさせへん、みたいなことやん。させへんとか、うん。はい。下手にさせるみたいな。うん。俺はなんだろう、本当にこう、この凄さというか、小林さんのやりたいことを理解するのって、多分、ある意味一生こう見続けて、うん、僕も死ぬまでに、何回も見て、うん、よりもっと深いところ分かっていくのかもしれないんですけど、すごい作り物、あ、はいはいはい。で、ある意味映画って作り物じゃないですか。うん。でも、やっぱ今の現代の流れって、作り物に見せないようにするじゃないですか。うん。自然にしていくとか、ナチュラルな芝居とか、うん、そこに本当にその人が存在したかのようにっていうのが、やっぱ主流にはなってると思うんですけど、小林さんはずっと逆を言ってるんですよね。うん、違和感でいいというか、うん、作られた登場人物でいいって思ってらっしゃるのかわかんないですけど、うん、それが面白いってなると思ってるんですよ、うん、小林作品って。うん、その面白さがやっと分かってきたのかなっていう感じです。はい、はい、はい。例えばさ、うん、絵画とかでも、はい。いまだに思うけどさ、写真みたいな絵あるやん。あります。はい。で、やっぱりすげーってなるやん。はい、はい。絵がうまいみたいな。はい、風景画とかやっぱそうですね。うん。でも、よく考えたら写真で絵画なってなるもんな、そういう意味じゃ。そうなんですよね。はい。絵とはどうやるた方が、うん、絵のポテンシャルどんだけ出せるかみたいな、はい、絵っていう概念で、絵画っていう概念で言ったら、うん、でなんかめっちゃ顔だけでかく描くみたいな人がおるらしいけど、うん、その有名な人、はい、はい、モディリアンとかかな、うん、とかってまあ要するにそういうことやん、その リアルに、はい、書かへん方が絶対ええってことやん。まあ、言っちゃえば。言っちゃえば、はい。ね、なんか近年、まあ、さっきの、まあ、お笑いとかの話もそうなんやけど、うん。これは作り物やから全部。うんうん。作り物として楽しまんかいと思うねん。うんうんうん。ディズニーランド扱いなぜしないと思う。うん、うん、お前らリアルネズミ見たら気持ち悪い言うくせに。はい。そうですね。そういうことやろ？はい。画家のピカソ、うん、パウロ・バン・ピカソは、うん、プラの作品とか見に行くんですけど、好きで。うん、14歳の時に、描いた自画像かな、はい、が、もう、なんだろう、神のように上手いんですよ。その、写真のようってこと？写真のように。要は、14歳の時に、その実写というか、うん、デッサンというかね、うん、書くものに関して完成されたと僕は思った、うん、見た時、はい、うん、で多分面白くなくなったのかなって、うん、すごい単純な話をしてしまうと、うん、そこから今の世の中有名なピカソの作風ってに変わっていったんですけど、僕、うん、最初よく見下手したら下手に見えるかもしれない、子供が書いたみたいにやっぱ表現したっていいと思うんですけど、うん、そういう絵ばっか描いてた人だと思ったら、はい、やっぱりもう若い時に一度行ってるんですよね、トップまで突き抜けてる、突き抜けてる、その完成たどり着いてる、うん、ちゃんとセオリーのトップオブトップまで行った上で、はい、突き破ってわけわからん感じになってるってことです、はい、はい、だからそれやっぱそれがあるから、うん、今のピカソの最終形態に行ったというか、うん、の見た時にやっぱきっと大林監督も CM を撮っていたから、やっぱクライアントのね、うん、要求に基づいて、セオリーをガンガンやらなあかんからね、はい、基礎がやっぱりあるんですよね、形っていうもの、うん、型っていうものが出来上がった上での自分のやり方を、まあ、そこからスタートするんだろうな、第二の人生みたいな、クリエイターとしての、うん、まあ、っていうのはすごい思ってる。あれかもね、王もまあ作り手で、まあ、売れてへんからあんまり言うのもあれやけど、そっからクリエイターが始まるんじゃん。うん、っていう、うん、そう、本当にそういうふうに思って、思わせてもらって、うん、だむしろやっぱり大林さんの映画とか見ていると、うん、こんな表現の仕方があるんだって思うことがすごい多々ある。うん、この作品もそうだけど。なんていうかね、クイズみたいになってくんねんな。はい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 。わからんかったらこっちが悪いみたいな。この問題解けへんかったみたいな。はい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 。そこまで持っていけたらもう向こうの勝ちよね。うんうん。
やけど、まあどうしてもインスタントのもんの方が受ける世の中やから。はい。その現代の価値観で測ったら、まあそれが100のレベルが下がってるって言ったら言葉としてはあれなんやけど。はい。でもそれに合わせ作り手のレベルも下がっ、レベルと言ったらあれやな。うん。表現法が。難しいですけどね。変わったと言っていいかな。うん、一周してすごい浅いこと言うと、この作品を見てこの人下手やなって言ったら負けな気がする。ああ。役者の芝居を。うん。うん、だから逆に加瀬亮さんの芝居とかって、すごい自然なんですよ。うん、ああ、そうやね。そうそう。ああ、ほんまに。この作品の中で。ちょっと、ある意味。浮いてる感じやもんな。うん、逆に浮くんですよ。普通の若者を、やってるから。うん。だからその加瀬さんの若さ。今のアウトレイジの加瀬さんとかってちょっといいっす。ちょっと乗せてるじゃないですか。もうちょっと色を、ちょっと大林入ってきてるから、ね、大林入ってるか分かんないですけど、だから加瀬さんもそこの先を行ってるんですよね、きっと、うん、表現の面白みというか。板野武もどっちか言ったら演技させへん系やもんな。そうですね、うん、だからその面白さってあるなと思っていて、うん、映画を見る、ものを見るときにそれは面白いですね。やっぱり大林作品見るといつもやっぱり気づきが多いから、すごい好きなんですよね、うん、今やあとは。あとは何出身かよね。その、うん。たけしさんの場合はさ、芸人出身やから、はい。いわゆるその芸人用語でさ、フラってあるやん。フラ。フラってわかる？あ、フラってわかんないです。あの、ネタとかじゃなくて、その人自体がもうちょっとおもろいみたいな。はい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 。例えば、出川さんとか、狩野英孝とかかな。はい。なんか、ジミーちゃんとか。あの、なんていうの？ぶっ飛んだことをするとかいう意味じゃないね。はいはいはい。その人自体がおもろい雰囲気ちょっともう出てる人。はい。なんかわかるかな？はいはいはい。そういうのまあ落語用語でフラとか言うんだけど。ああ、なるほど。だから、たけしさんの場合は、持ってる技術捨てさせて、そのフラっていうか、人を出そうとしてる感じはすんの。ああ、いいですね。はいはいはい。うん、なるほどね。まあ、あの、親鸞の考え方、滅私に近い、ね。全部捨てて最後に残ったんがお前や、みたいな。うん、うん、うん。で、大林さんの場合はまたそれとはちょっと違うというか、はい、どっちか言ったら武さんが得しないと思うけど。うん、うん、うん。みたいな、この、なるほどね、うん、何かわからん感じ。うん、それこそピカソとかを見たときに、はい、なんかわからん。すごいんかすごくないんかもなんかわからん。はいはいはい。というなんか感じと、このサスペンスというかミステリーみたいなのが、うん、ええ感じには混ざってたなと思う。うん、うん。もう時代背景と小道具合ってなさすぎやろとか思ったけど。どうでもいいんでしょうね、そこきっと。重視しないポイントなんだ。なんか現場行ったらあったから使ったぐらいの感じやと思う。うん。結局なんか映画化するっつって、撮影を引きで撮っちゃってるし。うん、うわ、もう。で、そうそうそう。そのメタ演出するやん。はい。要は、これは徹底して、すべて作り物ですよっていう。うん。うん。あの、ぬいぐるみのチャックを見せるというか。うんうんうん。着ぐるみの。はい。そのメタ演出もやりつつ、ただメタ演出としての、のあの感じとしては別にそこまで上手くなかったけど、うん、はい、要はメタをやるときってさ、あのバードマンのときとかもそうやけどさ、はいはいはい、こう目から鱗とか笑ってまうとか、なんか一個欲しいやん、はいはい、うん、それがなんとなくないままメタ演出始まったから、うん、まあまあ、でもまあそれも含め、うん、あの辺とか非常に CM っぽい作り方やった、うん、そうっすね。なんかすごい先行ってるってやっぱ思いますね。うん、こういう作品を見ると。で、ってなったらさっきの M1 の話しちゃうけど、はい。受けるかどうかとはまた違う評価軸やからさ。はい。これ非常に難しいのよね。うん、うん。うん、なんだろう。やっぱりどうしても、僕も神奈川さんは今作るときに、うん、受けを意識せざるを得ないじゃないですか。あ、まあまあね、うん。お客さんとかが、どう、あの、喜んでくれるかというか、面白いと思ってくれるかを、捨てされないと思うんですよ、うん。やってる以上、お金をいただいてる以上。でも、大林さん、そこの域にはもういないと思っていて。いや、
なんだろうな。というよりでもそこも、うん、その包括してるというか、うん、いやそうですね、うん、もちろん含んでると思う。含んでるけどですね、受けるだから増えてるだけ。あ、大変や。上に乗ってるんですよね。そうそうそう。で、松本さんもそうだと思う。そうよね。だから、それ大変やね、売れた。そう。包括した上で、違いを出していくというか、うん、違うというか、上に乗せていかなきゃいけない、ね。そうそうそう。横じゃなくて。そうそうそう。うん。すごいそれがわかる。やっぱり。だそれを担保するためのこの豪華キャストなのかもしれへんし。うんうん。チャンネル、これはワウワウとかさ。はい。チャンネル変えられへんためのものであったりとか、うんうん、いろんなあれがあるんやろう、うん、これは本当にドキュメンタリー的な手法でって書かれてね、説明で書かれてるけど、うん、決してドキュメンタリーっぽい作りじゃないですよね。川瀬直美さんとか、うん、三島由紀夫さんみたいな作り方じゃなくて、うん、だからこう知ってる人が出てきちゃうから、うんうん、有名人がフェイクドキュメンタリー。まあ、この辺とかは松本人志の大日本人とかも。はいはいはい。まあ、これに限らずやけど、まあ、なんかオマージュしてる感じもするし、まあ、時代的には一緒ぐらいなのかな。うん、2004年、そうですね。まあ、フェイクドキュメンタリーってね、ある程度昔から、はい、そのメタ効果演出とかも昔からあるから。う、は、ん、い。だからこう、でも原作に忠実にやるとか、そのある程度数字を残せるとか、はい、うん、だから言ったらさ、その20年後にアマプラで配信してるぐらいなんだから、そりゃいけてたってことや。そうですね。うん。まあそういうのも含めて、はい、ちょっと、なんていうかね、さすが、つわものって感じしましたね。うん、うん。しました。つわものでした。なのでね、まあこの、うん、一本前の動画、まあその、あっちゃんまっちゃんの話を聞いた後にこれを見たらより、ちょっと、理解が深まるというか、その自分なりの理解が深まるんじゃないかなといったところで、はい、来週は何見ましょうかというわけでございます。はい、いや、すごかった。カロリー高かったな、理由は。あ、まず長かった。2時間40分なかなか最近ないですか。何見ましょうかね。そうですね。次は、逆にさらっと、リアルに振るか、知らんやつを見るか。そうね、どうしようかね。見たいものは、正直あるんだけど。いいですか。全然、今後のあれで、次じゃなくてもいいんですけど、今パッと見たのが。うんうん、ハリボテって、ひらがなでハリボテっていう作品があって、はいはいはい、これ僕映画館で見たんですけど。有権者に占める自民党員の割合が10年で保証国、うん、富山県。あ、富山の。はい、新海議員、新海の腐敗を描いた、うん、これ、それこそドキュメンタリーなんですけど。はいはいはい。これね、僕のね、見た感想はね、うん、めちゃくちゃバラエティーだったんです。はい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 。で、結構面白くて。うん。本物のリアルなんですけど、うん、やっぱ真実って喜劇なんだなと思って。はい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 。これ、俺政治的な、うん。政治も好きやし。逆に真逆な、真逆というか、ね、うん。本当のドキュメンタリー見てみるっていうのは。本当のドキュメンタリーの方が、はい。変やとっていう。そう、これね、マジでね、おすすめなんですよ。めっちゃ面白いです、これ。タイトルも皮肉が効いててええよね、ドキュメンタリーが、はい。はい、そうなんです。はい。こう行きましょうよ。これね、おすすめ。田中さん見てもらいたい。というわけで、はい、次回のプライム雑談テーマは、ハリボテというわけでエンディングでございます。はい。いやー、今日はカロリー高く喋ったね。ああ、ね、ほんまはまだまだ補足でいっぱい言いたいねんけど。はい。長なるから。はい。街で見かけたら喋りますね。そうですね。ああ、すごい、ね。時間取られます、ね。お会いしたら。いや、でも、ま、ほんま、おるよな、ああ、こういう人って。うん。いや、ちょっとあっちゃんですよ、見ようかなと、YouTube。そわそわするだろうね。でも、いろんな価値観があって、いいんだけど、はい。はい、やっぱりこう、今、ディレクターとかで、まあ、一般職に近い人らと、俺は喋ることがあるやんか、はい。うん。やっぱりこう、なんていうかね、
あ、全然ええねんけど、うん、ようよう聞いたら、うん、やりたいことはあんまりないんよな、みんな。その猛烈に。はい。なんかで日本一になるんだ、みたいな。うん、うん。うん。がないから、いわゆる数字にこだわってしまう言いがちやねんな。はい。収入であったりとか。はい。いい家買うやないや、みたいな。うん。で、オーラの商売って0円とか何やったらマイナスでもやっとけ、やるべきこととかあったりするやん。はいはいはい。うん、これやっとかな意味ないっしょ、みたいな。はい。そういうのって、やっぱちょっと理解しがたい空気が結構あるんやけど。はい。あの、家とか奥さんと喋ったらな。はい。なんやけど。うん。の奥さん今アマゾンの工場で契約社員、ね、はい、はい、なんかやっぱ外資系なだけあって、はい、福利厚生とかしっかりしてるんだけど、うん、なんか生産性っていう考え方があるらしくて、要はこうミスをせずにどんだけ1時間であの早く仕事ができたかみたいな、うん、うん、なんか生産性みたいな数値があるんだけど、うん、俺の嫁はこの間あのアマゾンの工場って世界中にあるやん。はい。この間、世界18位やったらしい。その工場が？いやいや、嫁が。あ、めっちゃおもろない。すごいっすね。夏の甲子園だったら背番号もらえてますね。俺の嫁、世界18位やで、ね。やば。世界っすか？アマゾンで世界って言ったら結構おるで。すごいすごい。あの、しかもこれ個人やからな。はい。オリコン1位、ちょっと霞むぐらい。すごい。いや、霞むよ。やば、奥さんすご。しかもな、あの、奥さん知ってると思うけど、はい。その、浮世離れしてるやんか。あ、はい、面白い方も。案外そのこだわってへん方が世界ランカーにはなれるんかなと思った。世界ランカーめっちゃおもろいな。はい、何をもって18位なんですかね、数字。なんかいろんな計算法があるらしくて、はい、もそれは世界共通なんて。すげえ、はい。で、それを個人単位で常に出されてて、まあ、それで外資系やからな、それであんまり評価が低いと、はい、まあ、クビになったりとか、うん、うん、逆に評価が高かったら、その給料が上がったりみたいなのがなんかあるらしいね、思わんよ、知らんけど、はいはい。なんせ世界18位。すごいな、ボーナス上げてほしいです、マジで。絶対払えるでしょ。すごだからこうね、はい、やる気なくても、やる気ないっていうかね、別にやりたいことがなくてもええねんけど、うん、あんまりこの数字数字というのになったらなかなか幸福度が上がらんような気が最近してるね。すごいな、今日一で面白い話。すごちか世界ランキング入ったことないですもん。おう、ないよ、その。おう、すげえ。まあまあ、そんな感じで。はい。ちょっとね、告知事というか。はい。6月3日ですね。あ、そうですね。はい。6月3日に、堀江ゴールディっていうところでね、はい。覆面バンドでライブをやりますので。お、いよいよ。はい。はい。まあ、それも、まあ、ここをちょっと編集して、あの、ドア、うん、1本目にも入れますが。はい。まあこんなんやってますんで来てくださいって感じですね。ぜひぜひ行ってみたいです。そちらは何かございますか？そうですね、近々の告知は今はちょっとない、落ち着いてる感じですかね。ありがとうございます、ね。はい。まあまあそんな感じでね。まあ、ちょっと、はい、今後のね、中田あっちゃんの動向をね。気になりますね。追っかけていきましょう。うん。小崎でも。というわけでね、はい、今週も何をやっておりましたでしょうか。小坂直樹と、花川武史のプライム雑談でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。